おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、水曜日ということで本日もアップデ解説をさせていただきます。ってことで早速やっていきましょう。皆さんね、先週のレジェンドマッチはいかがだったでしょうか。私はね、なんとか、無課金赤の方でね5000ポイント稼いで監督一人手に入れられたので、まあまあ万々歳といったような形ではあったんですが、今週はですね、まずはこちらだね、 SWCC カップが開催されます。ありがたいですね。上位のディビジョンでは初回優勝報酬でノールカップ秘密練習のほかゴールドトロフィー獲得のチャンスがありますということです。結構ね、なんて言うんだろうね、これに関しては特に何も変化がないんですが、毎回毎回ねしっかりやっていった方がいいものになりますので、ぜひぜひね、まあ、めんどくさがらずに、ちゃんとやっていただけたらなと思います。おすすめのねやり方としては、ここでねこの歯車マークを押して、このカップ戦でね、停止するにするとか、あとはこのオート進行時のカップ戦選択で自分の好きなディビジョンのねカップを選ぶとか、そういうことをやっていくとね、比較的スムーズにカップクリアしていけるのかななんて思いますので、ぜひぜひやってみてください。そしたらね、お次がこちらです。リーグランキングイベントが開催されました。本日からね開催されております。リーグ戦全34試合のうちの、勝利数とか、あとはジャイ切りとかでねポイント数を競うものになっておりまして、どこまでいけるかっていうものは、皆さん次第なんですが、またねこちらの解説動画も出させていただこうかなと思います。でこれなんですけれども、結構本当に美味しくて、勝敗ポイントやね、総合力差ボーナスは、まあ、毎回通りの感じなんですが、やっぱね報酬がいいんですよね。はい、もちろん1位からね3位とか正直かなり厳しいかなと思うんですが、それでも変な話5000人以内に入るだけで結構報酬がもらえたりするので、何もやらないよりはね絶対やった方がいい。で初心者の方でまだまだ全然ねレベル上がってないよとかっていう方も、ちょっと上の方のねスペインリーグとかで5000以内に入れば各能力アップ練習レベル2がもらえたりだとか、いろいろいいものもらえますので、ぜひぜひねめんどくさがらずにやってみてはいかがでしょうか。このイベント結構美味しいし、不足しがちなね、強化素材手に入れやすいイベントになっておりますので、ぜひぜひねサボらずにちゃんといろんなリーグをね回っていただけたらなと思います。さあそうしましたら、あとはねこちらだね、経験値増量キャンペーンというところで、これはねまあどうなんだろうね、まずはですね、初めてサカツクプレイする方や久しぶりにログインした方は150時間の間試合経験値が3倍、これすごいね。でまあ常にね試合キャンペーン中は経験値獲得できる試合をプレイすると、走行での経験値が2倍になりますので、ぜひぜひね、まあレベル上げこの機会にしていただけたらなと思います。私はね今ね育成パス買っていないのですごいありがたいね。育成パスが、ある人はいいんですけど、ないとねなかなかレベルが上がらないというところがあるので、今回はですねこれに乗じて、レベルをねパチコン上げていきたいななんて思います。よろしくお願いします。はい、そうしたらですね、今回まあこんな感じだね。リーグランキングイベントもいつも通りだし、 SWCC カップもいつも通り、まだねリーグランキングイベントの5倍ぐらい SWCC カップ集中してやっていただきたいななんて思うんですが、それは置いといてね、さあ今回のガチャはこれです。戦術を選んで星51名確定10連が 3000GB でできるよっていう、久しぶりに来ましたね、戦術スカウトで。この戦術スカウトかなり内容美味しいものになっているんですが、ちょっとなここで一つ待ったをかけたいんですけど、確かに今回結構いいんですよ。新選手も強いし、その新選手以外のラインナップの選手たちも優秀だし、でそれこそモラタのジョーカーとかいたりして、結構いいんじゃないのとかって思うんですよね。ただ今日9月の23かななんですけど、サカツクがリリースされたのが2年前の4月の末ぐらいなんで、あと1ヶ月しないぐらいでおそらく 2.5 周年でいいガチャが来るんですよね。はい、ここねちょっとね我慢必要かもしれません。皆さん覚えてますかね、2周年ブラジルのさネイマールガチャとかが来た2周年のちょっと前らへんの時に来てたんですよね、これが。
うん、もちろん内容と選手は違うんですけど、あの時はねグリーズマンとか、イブラとかね、今回もまあイブラいるんですけど、まあ、フレンキー・デヨングとかも今回いるんですけどがいて、でそれが終わってちょっとして確か2周年が来たのか、それが終わってすぐ2周年だったのかちょっと忘れちゃったんですけど、それの前にねスカウトがあったんですよ、戦術スカウトが。で今回も同じように、スカウトが来ているので、ちょっとねここで突っ張らない方がいいかなとは思います。まあね、もちろんね、もうここは絶対欲しい、ここだけはバチコン引いておきたいっていう人とか、例えば私みたいにね、もうイブラヒモビッチ大好きだから絶対一人は欲しいみたいな、うん、人は全然もう後悔しないんだったらいいんですが、純粋なその強さとかで見たら確かにここで来た新選手たちめちゃくちゃ強いんですが、 2.5 周年何が来るのかわからない状態で無理に引かない方がいいのかなと個人的には思ってしまいます。で期間もね10月7日までなので、おそらくね 2.5 周年はこの後に来るのでガチャ的に被らないので、もしかしたらね 2.5 周年来て、いやでもそんないいガチャじゃないわ、それだったら戦術スカウトの方がいいわってなっても多分引けないんですよね。なんで絶対譲れないところだけ獲得しつつ 2.5 周年をメインにするか、またはもう完全にねスパッて切っちゃってっていうのでもありだなと思います。はい、ぜひぜひねそこちょっとご一考いただけたらなというところなんですが、結構個人的にはね待機でいいんじゃないかなと思います。まあ私はねちょっとモラタが欲しいので、引くかどうか考えてはいるんですが、2.5 周年近いってことだけねちょっとご一考ください。さあそしたらですね、今回のこのガチャ内容ちょっと見ていきましょう。新しい星5はカウンターのセンターフォワード、フィニッシャーのアンドレ・シューバに、レフトサイドバック、アルメイダ、攻撃サイドバックだね。で、中央トップはプレアとメンディ。ちなみにこのカウンターのシューバに関してはポルトガル国籍ではあるんですが、当然クリロナの方が強いし、なんならポルトガルじゃなくていいんだったらイブラの方がフィニッシャーで強いです。アルメイダもねそんな強くないね。うん、でこのプレアに関してはもう完全にベンズマの方がいいかなと個人的には思います。メンディは結構好きかな。でモラタは今回一番の当たりジョーカーですね。でピケも、かなりいいセンターバックになってます。うん、でまあディフェンスリーダーなんでプジョルと若干かぶりがちっていうところが一つネックかなと。でサイドアタックのハリー・ウィンクスはかなり優秀ですが、キーンに関してはうんっていうような感じになってます。うん、で1回 3000GP で引けるのがいいところで、ノールカップと秘密練習がね2個ついてくるっていうところもかなりいいところではあるんですが、まあ、ちょっとねそこにあのほだされない方がいいかなというのは、個人的には思います。でもう1個注意点としては、まあそのそれぞれのねちょっとガチャ動画の解説を、ガチャの解説動画を出そうと思っているので、あまり詳しく今回話さないんですが、ちょっとねこのねルイリケのラフリアロハを見ていただきたいんですけれども、まあペペペとフォーメーションでお任せすると、一応ねここディフェンスリーダーなんですよ。でプジョルがいる人は全然ここプジョル使っていただければいいんですが、いや俺プジョルいねえんだなって方とかは、ここにピケが入るのですごく強い。で、まあ、仮に、プジョル持ってる人でもピケが本当に優秀なので、自分のメインフォーメーションコンボをラフーリアロハにしたいとかって考えるんだったら、ここにピケを置くっていうのも一つ選択肢としてはありなのかなと思います。結構今回の選手たちがねみんな強い選手なんですよね。うん、なんかねカウンターはだいぶ今回外れ枠じゃねって感じがするんですが、正直、うん、カウンターね今回だいぶ厳しいかなって感じがするんですが、うん、厳しいね、マジで厳しい。なんでカウンターこのラインナップなんだろうって感じなんですけど、ポゼとかは結構優秀な選手が中も多いので、ぜひぜひねちょっと中も見つつね、非効果悩んでる方は中も見つつ考えていただけたらなと思います。でポゼッションとかで言ったら、例えばガブリエル・ネトーとかがいて、ネトーはスイーパーゴールキーパースパサブなんで、まあ、エデルソンの代わりになってくれる選手ですし、で、まあ、フェルナンジーニョとかもねすごい優秀な選手ですよね。総合1万超えててタックルの切り札あって、根性あってデストロイタックル持ってるっていう、結構ね優秀な選手が多いです。まあリシャルリソンはまあ好き好み分かれるかもしれませんが、私は結構好きです。うん、まあジェズスとリシャルリソンでジェズス使うけど、ジェズスいないんだったらリシャルリソンって感じだよね。でもちろんモラタピケが超優秀なので、そんなような感じでね、今回結構ラインナップが、戦術によって全然違って、この戦術はめちゃくちゃ強いけどこの戦術はいまいちって感じになっちゃってるので、ぜひぜひねあんまり無理して引かないように、あんまりね何も考えずに引かないようにしていただけたらなと思います。ということで今回はこんな感じ。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きキエムラフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。